無性って？辞書的な意味なら私だって知っているわよ。具体的なことを教えてってこと。どんな夢を見たとかさ。あら、お赤飯を炊いたのが何歳の時かっていうくらいなら教えてあげてもいいけど。ちょっとこのみ、本気にしないでよ。あら、なんか顔が真っ赤ね。目も回っているみたいだし。うわ、熱い。ちょっとこのみ、大丈夫？そうね。何を言うですか？え？これ式のことで私が参ったをしようものですか？さあ、続きを。資料も持ってきたんだけど、これはお蔵入りね。何を言いますか。私は負けないと言っているでしょ。これ読んでみる？今言った資料ですね。お借りします。朗読すればいいのですか？まあね、まあ黙読でもいいと思うけど。そうですか。ではそれで。猫耳メイド、メミコのニャンニャンご奉仕よ。まあ内容については好みの顔を見ていればわかるわよ。ニャンニャンニャン。正解。好みにはやっぱりまだ早かったかしら。過激といえば過激ね。猫耳メイドのメミコがニャンニャンしてくれるって内容なんだけど。え？あ、別にいいじゃない。のお急ぎ便でね。ほんと間に合ってよかったわ。じゃあ私見たいテレビがあるので、これで好みのことは頼んだわよ。それじゃ。Thank you.
綾香様は？ああ、ございました。私が起きるまで待っていてくれて。ただし、そのことと男の危険性については話は別です。さっきの資料で私確信を得ました。男はやはり危険な生き物。だって、ひどいじゃないですか。あの男は、相手の人は痛がっているのに、一向にやめようとせず。でも、男の人の願望がああであるからこそ、小説としても書かれるんじゃないですか？ますます心配になってきました。私はいいのです。薙刀があります。けれど、お姉様は。意識を罰するのであれば、世の男性を片っ端から叩き切っていくところです。うん、この前もお姉様に言われました。疑わしきは罰しないものだと。そして、私は思い込みが激しい方であると。私も信じたいんです。いくらなんでも世の男性が全てああなんて悲しすぎる。それをどうやって信用したらいいのですか？でしょうか。わかりました。では一つ、マサヤ様にお願いがあります。私としてもこの方法は避けたいです。ですが、体を張る以上、これは強力な証明になってくれる。あなたの部屋に行きます。詳細はその時に。ああ、これ、お借りしていいんですよね。これで、念のため復習しておきます。私の考えに、間違いがなければ。
本をずっと読んでいたせいです。あの資料だけではありません。教科書もきちんと読み返しました。今では私も一応の知識を持ち合わせています。それで性的な刺激や興奮とはどういうものかということも多少は知ることができました。ところで教科書で特に強調されていたのは愛ということです。性行為は愛があってこそです。そうですよね。あの資料のひどい男でさえそれは何度も連呼していました。メミコが好きだからこんなことするんだと。それは逆に言えば愛のない行為は良くないものであると、そういうことですね。ではあなたに聞きます。あなた、マサヤ様は愛のない女性と性行為はしませんね。その言葉二言もありませんね。では好きでもない女子から性的な刺激を受けて性的に興奮したら、あなたは成敗されても仕方のないタンタトルセルパンであると、そのことを認めるわけですね。わかりました。では、あなたをテストさせていただきたいのです。いいですね。はい。私と裸の果たし合いをお願いします。あ、お付き合いでした。
な刺激は受けていますか？本当はジェンナが望ましかったのですが、私も少々そのあれだったので。マゼイ様は別に私のことなど好きではありません。にもかかわらず性的な刺激を受けるとしたら、それすなわちあなたが紛れもなくタンタトルスルパンであったという証明です。それが男子の生理というものなのでしょうか。わかりました。ただ
私が可愛いでしょうか。そうですか。私は剣士です。剣士が可愛いなどと心外です。ミニョンプーペという一面もそうです。私はこの一面があまり好きではありません。愛らしい人形です。何を言いますか。そんなことありません。私に真にふさわしい地名はラムサンメルシーの方です。えって何ですか。違うと言いたいのですか。初耳。そうなんですか。確かにあまりそちらで呼んでくれる人はいませんが、まあそうですね。呵責なき刃。薙刀での試合ぶりを見てこの一名がつけられたのです。これは私にとって誇りです。こちらの一名で呼んでもらえるよう私はさらなる努力を積んでいくつもりです。何を言いますか。そんなことありません。ですか。少しがっかりしました。やっぱり男なんて。ことでした。私は中期から入ったんです。だから当日はとても心細く思っていました。はい、周りは知り合いばっかりで私一人がポツンと孤立しているように感じました。知り合いなどいないのだから当然といえば当然なのに、周りからことさらに無視されているようなそんな感じがしたんです。そんな時声をかけてくれたのがお姉様です。入学式が催される大聖堂に向かっていると不意に声をかけられました。近づいてくる女性を見てなんて綺麗な人なのだろうとそう思ったことを覚えています。同時にこんな綺麗な人が私に何の用があるのか、初対面のお姉様を前に私は立ちすくんでしまいました。すると優しい手つきで体を直してくれたのです。曲がっているわよと、お礼さえ言いずに固まってしまった私にお姉様は笑みを向けると、颯爽と去っていきました。あの後ろ姿の、かっこよかったこと、あの時のことを思い出すと、今でも胸がときめきます。
の時、私は一生お姉様についていくことを決めました。同時に、お姉様は私が守る、と。だから私は、こんなことまでして。あなたのテストですよ。本当にお姉様と接触してもいいのか、私は今でも不安に思っているんです。それは決まってます。水着なんか着て、お風呂に入って、まあマスヤ様にとってもいい迷惑かもしれませんが。なんだか分からなくなってきました。最初はあれを見れば判断できると思っていたのに。あなたは性的な興奮はそればかりではない、などと言います。分かりました。じゃあ延長戦といきましょう。そうですね、今私たちはお風呂に入っているわけですから。じゃあ背中を流します。何を嬉しそうにしているんですか。これはテストなんですからね。私、幼い頃、剣の師匠でもある祖母に聞いたことがあります。背中に刀の傷跡があるとしたら、それは敵から逃げるためか、それとも誰かを守るためにできるものだ。
ない。赤くなってる。それはなさそうですけど。はい、大丈夫です。マサヤ様は、盾になってくれましたから。痛みますか？やけども後になったりするのでしょうか？今は本来入ってはいけない時間帯です。だから先生方もわざわざ見回りには来ないのではないかと。してあります。その方が落ち着けるから。明かりがあった方が幼稚にすぐに対応できると祖母に教わったんです。それは分かりませんが、嫌なこと言わないでください。笑うんですか？
私はどうせ女の子らしくありません。ミニオンプーペという一名だって本当に似合わなくて。はい、そうなんです。護身術にもなるからと。普段だったら多分寝ている時間なので。眠いけど寝られるかな。やっぱり暗いのが怖いし。じゃあ、いいですか？怪我を負ったんだろう。いずれにしろこの傷はきっと。
害した水を飲む人なんですか？ちょっとショック。今日はやけにあくびが多いのね。ああ、ゆうべのあれ大きかったものね。私もびっくりしちゃった。私もです。カンターベルも怯えてしまってクークー泣いていました。地震の影響で昨夜は停電してしまったそうね。まあ大方の人は就寝していたでしょうけど。ただ冷蔵庫の中は無事だったのでしょうか。それが少し心配で。ああ、そういえば確か学校には発電機があって非常時は自動で作動するようになっているそうだから多分大丈夫じゃないかしら。発電機なんて意外かしら。ああ、発電機の場合最低限必要なところにしか回らないそうなのよ。冷蔵庫とかね。今日は好みは来ないの？みたいだけど。好みに用でも？用ってほどでもないんだけど、
昨日の調教の成果はどうだったかしらと思って。調教？まあそうとも言うわね。何のこと？好みに勉強を教えてあげたのよ。私とマサヤ君の二人でね。何の勉強だと思う？そう。何よ、食いつきが悪いわね。だって分かるはずがないから。でもちょっと妙な組み合わせですね。先生役が彩子様とマサヤさんだったんですか？まあ私はおまけみたいなものだけどね。主役はあくまでマサヤ君よ。はあ。何のお勉強かというと、性教育。はあ？え？あら。性教育って？だって律子だって一昨日の夜は謝っていたじゃない。この身が妙なことを言って。それはそうだけど。それで性教育よ。あとマサヤ君がいれば何かと実演できるわけだから、それもちょうどいい話だわ。え、実演？驚いてしまったわ。あら、でも男子ならではのこと。例えば精通が何歳だったかを教えてくれたじゃない。精通って物事に精通する。初めての射精のことでしょ。ああ。それで昨日は結局分かってくれたようなくれなかったようなって感じではあったんだけど、どうだったかしら。なぜマサヤ様に結果を尋ねるの？え？だって二人で教えたんでしょ。まあなんとなくというか。そうなら教育した甲斐もあったというものだわ。あ、来たみたいよ。好み。ごきげんよう。ごきげんよう。今日は遅いのね。はい、先にマサヤ様に会いに行っていたのですが、もう教室にいらっしゃらなかったので。やはり今一度はっきりと言っておこうと思いまして。マサヤ様を今後タンタトルセルバーなどと呼ぶのはやめにします。決してそんな存在ではないということが分かりましたから。といって聖人君子でもない一般的な男子なのだということが分かりました。であればむやみに排除するには当たりません。ただし私は紅原会の会友であり、怪盗はお姉様でいらっしゃいます。紅原会の勝利に向けて邁進するということに関しては決して変わりませんからね。あら、急にどうしたの？
二人の間で何かあったのかしら。私たち裸のお付き合いをしたのです。は？へえ？嘘。あらまあ。そうしてみてわかりました。マサヤ様は私に性的な興奮を覚えたそうなので、その意味では普通の男子です。できませんでしたので、だからセーフかなと。あなた一体何を言ってるのよ。すみません。昨夜は性的な興奮がどうとかいう話ばかりしていたので、つい。タンタトルセルパーの疑惑は晴れたことですし、今後はあまり警戒する必要はないかと思います。そう。なんかリセさんとチホさん、背中の空気が揺らめいているわよ。もう時間ですね。では私はお先に失礼します。ごきげんよう。私も行くわ。私も。待った。お待ちを。説明がまだですもの。そう。マサヤさん。今回はだいぶアップしたわ。ほら、ご覧なさいな。あら、本当だ。なぜでしょうか。それはやはりマサヤさんのオスとしての魅力にみんな次第にメロメロになってきたということではないでしょうか。パンターベルもマサヤさんはお気に入りだそうですよ。くぅ。そう、オスかもしれません。メロメロってさすがにそれはないんじゃない。何か人知れず善行でも積んだの？ではやっぱり。もしかして好みが態度を軟化させたためかしら。え、私ですか？新聞にあなたの談話が載っていたでしょ。例のお風呂の件のことで。
それに、なんというか、見直したみたいなことが書いてあったから、それを読んで影響を受けた人もいるんじゃないかしら。見直したというか、タンタトルスルパンではないということが分かっただけのことです。奥まで。それが見直したということだと思うけど。かもしれませんが。何も困ることはないでしょう。むやみに嫌うよりはいいことだと思うわ。ただ私に影響力なんかないと思うのですが。いずれにしろこの身が反マサヤ様の急先鋒ということは周知のことだったから、終始外にみんなも驚いたのではないかしら。なるほど。そうそう、そういうことなのよ。あたしもインタビューしながら意外に思ったものよ。これがあの好みなんて、本当はなんかあったんじゃないの。熱湯から守ってもらった以外にさ。なんかと言いますと。だから例えば冷戦とかさ。何を言いますか。そんなことあるはずありません。まあそれはそうか。一晩中二人きりでいて、それなりに仲が深まったってことなんでしょうね。あ、はい。それは、まあ。最新の支持率です。ありがとう。あら、すごい、だいぶアップしていますね。はい、このままではひょっとするとプレミエールジャッジメントを通過してしまうかもしれません。そうですね。もちろん私としては彼が偽人であるという確信を抱けたわけではありませんが、それはそれ、みんなが受け入れるというのであればそれを否定するつもりはありません。そうですね。え、いずれにしろ生徒会の立場は中立ですから。はい、とにかく私は1学期が終わるまでは彼の観察を続けますから。お願いね。おばあ様、私、マリカです。マサヤ君のことなのですが。ええ、そうです。例のサンプルとして入学を許された人です。彼はもしかしたら、偽人かもしれません。というのも、周りに徐々に受け入れられているようなのです。ええ、そうです。ですからおばあ様のおっしゃっていたような結末にはもしかしたらならないかも。罠、熱草、そんな、おばあ様、それは本気でおっしゃっているのですか。ええ、それはわかります。ですが、そんな、そのような行い、正しくないのに。
なぜ、おばあ様。ごきげんよう。マサヤ様、お御堂に興味でもあったのですか？私を？ええ、今日から衣替えですから。マサヤ様はご自分の好きなようにされたらいいのではないでしょうか。先生も叱ったりはしないと思います。ところで、いつまで経ってもマサヤ様はちゃん付けで呼んでくるんですね。ダメです。ただ、外部の人にとっては、年下をそのように呼ぶのは自然なのかもしれません。ということで、私はもう諦めていますから。それで、お御堂に興味があるわけではないのですか？この建物は創立以来のもので、校舎などと違って建て替えを免れています。ゴシック様式を意識した建築は、明治にあってはとても先進的なものでした。全国を見渡しても、これほどのものは数少なく、実はこの建物は国指定の重要文化財なのです。そうなると、当然建て替えはできません。とはいえ、耐震性に問題はないそうなので、建て替える必要自体なかったそうですが。先生方はよく笑い話のように話されますが、このお御堂は見物料を取って開放することも十分可能ということです。その言い方からすると、お御堂の見物に来たわけではないようですね。無理する必要はありません。ただ、なぜです？いえ、なぜ見かけたからと言って来るのですか？信徒ではありません。
そうですね。それで毎朝来ているんです。御御堂に来て手を合わせると心が落ち着きます。この福音書にしてもそうです。読んでいると心が落ち着くものがあります。実際信徒でなくても心に響く箇所はあると思いますよ。マサヤ様はもう目を通したのですか？旧約の例えばレビ記などに比べるとずっと読みやすいですよ。ご一読をおすすめします。ではごきげんよう。はい。当然ですが、それはそうですが、回答の就任は確かに私の意思ではありませんでした。正直に言えば今でも私が回答であることの違和感は感じています。がそれとこれとは話は別です。私は自分の考えとして変革には反対しています。なんでとは？理由が必要でしょうか？私は保守的であることを自認しています。それが理由です。それに決まり事を覆すのはよくありませんから。ええ。マサヤ様には辛いと思いますが、夢は見ないことです。決まったことはもうひっくり返らないものなのです。女子校が男女共学になる、そんなことは夢にも思えません。そんな風に物事は変わるものではないのです。失礼します。結構暑いし、半袖になって楽でいいわ。明日からは半袖で来るんでしょ？え？そうなの？まあ暑くないならそのままでもいいんじゃないかしら。何も杓子定規に従う必要もないわ。
きげんよう。え、何？ウィス？面白いわね、ウィスって言葉の意味もよくわからないけど何よそれは。ふん、ここいいかしらなるほどね。一人で食べているの？なんで？だって確かリセとは一緒のクラスだったでしょ？あら本当だ、今もそうね。じゃあもっと視線を集めるようなことしてみましょうか。今君が飲んでいるジュースにもう一本ストローを刺してみるとか。残念。でも気にしすぎじゃないの？それは大変だったわね。それからはずっと一人なの？でも寂しくない？それに一人の食事は消化にも良くないなんて言うわよ。は？じゃあ今度から私が一緒してあげましょうか。だって私はそんなこと気にしないもの。マサヤ君は？ならいいわね。まあ気が向いたらだけどね。けれど私たちなんか外食もできないのだから、これくらいしてくれないことにはね。マサヤ君も最初は戸惑ったんじゃない？好きなものが食べられなくて。ふーん、そう。まあ確かにどれも美味しいけどね。このカルボナーラなんかもソースは滑らかで濃厚だし、熱しすぎると卵が固まってしまうのよね。絶妙の火加減だわ、ほんと。味見してみる？はい、あーん。やっぱり可愛いな、マサヤくんは。気になるなら追加で食べてみれば？言えばきっと量を調節してくれるわよ。あら、弱気なこと言うのね。大丈夫よ。なんて？ただまあ、リツコならそう言うんじゃないかしらね。あの子紅バラ会の回答なんだし。でも意外じゃない。今朝ってことはリツコと隠れて会っていたのかしら。おみどか、それは初めて知ったわね。最近の習慣なんでしょうね。それでリツコは心が落ち着くからとそう言っていたのね。
他には何か言っていた？祈りに関して。そう。でも、私もちょっと心配になってきたわね。夢なんて言われると。今日からもう6月だし。何をのんきなことを言ってるのよ、君は。日取りよ、日取り。プルミエールジャッジメントは1学期の末じゃない。プルミエールジャッジメントって具体的には何日なの？本当にのんびり屋さんね。ボートは普通土曜日に行われるの。1学期最後の土曜日ってことでいいのかしら。7月の9日ね。あと5週間しかないということなのよ、マサヤくん。遠い目をしている場合じゃないでしょ。何か対策を考えるわよ。これはやっぱり由々しき事態なんじゃないかしらね。だって45票だったのよ。過半数にはまだまだ遠いじゃない。やっぱりのんびりしている場合じゃないわね。早急にマサヤくんの評判をアップさせていかないと。あ、そっか。危機感が薄かったのは何も私や君だけじゃないわ。みんなもそうだったじゃない。それがなぜなのか今急に分かったのよ。のんびり屋のルリ子一人ならその解釈も妥当でしょうね。でもリセもいたわけだから。つまりね、みんな君に接しているからなのよ。わからない？つまり会って喋ればマサヤくんが学校に残れるのは当然に思えてしまうのよ。変革の方はともかくとしても、実像に触れているからっていうのかな。だからつい忘れてしまうのね、現実には厳しい状況であることを。そうかしらね。でも切れ者揃いの白百合会でみんながみんなぼんやりしてしまうというのはなさそうに思えるけどな。揚げ塩路線？何それ。さすがはリセね、先手を打っているわ。で、具体的には何をしたの？はあ？何それ。ああ、やっぱりね。忘れたといえばその通りだけど、理性の目を通して見る君と他の人が目にする君、その違いこそを失念してしまったのではないかしらね。もちろん、いよいよ揚げ塩を実践に移すのよ。何から何まで手間がかかるわね、君は。でもそんなところも可愛いから許してあげる。まあ私に任せなさいな。放課後の会合までには何か考えてくるから。ねえリセ、揚げ塩路線について何か考えていることってあるかしら。
揚げ塩路線？あなたが前に言っていたことよ、自分で。あ、マサヤさんの。うい？ああ、そういえばそんなこと言っていたっけ。リセさん、なんかやっていたの？いえ、何も。私としたことがすっかり忘れてしまっていたわ。そっか。じゃあ、あんたは？なんか自分で頑張っていたの？ただ地道な活動にも限界があるわよね。そんなことを私、昼休みに思ったの。それで、いよいよ揚げ塩作戦を実践に移す時だと思ったというわけ。でも、大丈夫ではないでしょうか。チッチッチ。要するに、過半数が232票だったわね。それで現状が45票。冷静に考えれば、これは結構危機的な状況なのよ。言われてみれば、ええ、そうよ。私ったらなんでこんなにのんびりしちゃったのかしら。まあ、それは後で説明してあげるわ。それで、まさやくんの評判アップ作戦だけど、まずはストレートにリーフレットなんかどうかしら。リーフレット？何を書くんですか？もちろんまさやくんについて。結局のところみんな彼の実像を知らないのが問題なのよね。だからまずはリーフレットよ。まさやくんのこと知ってさえもらえれば、少なくともプルミエールジャッジメントは通過できるはず。それはみんなもそう思うんじゃない？バンセンヌの変革とはまた別問題だもの。なのにマサヤ君を追い出そうとするなら、それはあまりに辛い対応に思えるわよね。確かにそうですね。ええ、うん、あんたは悪い人ではないもん。それは幼馴染の私が保証する。それで、もちろん実際に交流を持ってもらうのが一番だけど、マサヤ君の体も一つだし。だからまずは積極的に情報を出していくべきだと思ったのよ。なるほど、確かにそれはそうですね。でも、どんなことを書くのがいいかしらね。そうですね、身長、体重、スリーサイズ、視力、握力、背筋力、体力測定じゃないんだから。あとは、初恋は何歳であるとか、今、好きな人はいるのかとか。まあ、その辺は私たちで考えましょう。ということで、まさやくんは今日は先に帰っていいわよ。だって、本人がいたら嘘も書きにくいじゃない。もちろん全部をそうするつもりはないわよ。でも逆に、全部が真実真正でも良いものにはならないでしょ。じゃあ君、正直に言ってくれるの？初恋の年や好きな女子のことを。はいはい、グズグズ言っていないで、さっさと出ていく。ちゃんと私たちが理想のマサヤくん像を作ってあげるからさ。ソレイユデコールからの直々のご指名でね。今朝、学校のプリンターを借りてリーフレットをすり上げたのだけど。ジェーンは急ぎですもの。
それで反応もすぐに知りたいのだけど、支持率の調査は週に1回でしょ。だから報道部に速報を依頼したの。引き受けてくれて感謝しているわ、タミエさん。当然よ。むしろ断られても押しかけるわ。こんな面白いことを報道部として放っておけるはずがありますか。だって個人の宣伝にリーフレットでしょ。あのグランデフルールでも成し得なかったわよ、そんなこと。バンセーヌの長い歴史においても前代未聞の荒技だと思うわね。私はほんと君が入ってからというもの楽しいことが続くわ。あ、そうだ、先に読ませてもらってもいい？ええ、もちろん。どうぞ。力作ですよ。本職の DTP 顔負けとか？すごいわね。 DTP？ だからレイアウトやデザインに凝ってみたりとか。違うの？いえ、そういうことではなくて。なかなか意見がまとまらなくてね。でもその分情報量は多くなったからいいんじゃないかしらね。な、何これ。いや、理想のマスヤ君とはっていう議題で話し込んでいたらやっぱり熱くなっちゃってさ。みんな収まりがつかないものだから結局全部の案を入れることにしたの。え、何？どういうこと？なるほどね。だからってこれはないんじゃない？好みの女子のタイプ。同い年か年上、3対1の割合で同い年の方が優位。割合って何よ？初恋の年齢。まだ訪れていないか、もしくはごく最近か、あるいは小学生の頃。結局いつよ。好きな動物。猫か犬か馬かパンターベル。くう、私は猫派なの。あの自由気ままなところに惹かれるわ。私は断然犬だな。人類の友達って感じだよね。私は馬ね。こう見えて私乗馬は結構得意なのよ。私はもちろんパンターベルです。それだけ個人名なのが何とも。っていうかこれマサヤさんの情報というよりはむしろあなた方の情報じゃない。話し合っているうちそうなっちゃったんだもん。いえ、責めているわけではないんだけどね。でも本当にこれでいいの？いいんじゃないの、これはこれで。なんだか面白いじゃない。まあせっかく作ったんですから。そうそう、昨日あれだけ白熱した結果生み出されたものですし。そう、じゃあ了解。まあ私としては反対する理由もないし、
とにかく楽しい方がいいからね。じゃあ早速今日の放課後にでも聞き取り調査をすればいいのね。ええ、お願い。了解。じゃあ結果は明日の昼休みにでも。正しい結果なの？あら、失礼ね。私、この手のことにかけてはお手の物なんだから。そうね。答者数は97人か。全員ではないけれど十分に有効な数よね。というかタミエさんすごいわね。一日でこんなに聞いて回るなんて。うん、まあね、記者は足で稼ぐものだから。何がいけなかったのかしら。やっぱりあなたたちが間違っていたのよ。え？好きなおやつにスコーンだのバゲットだのポテポテ焼きだのって書くから。だって紅茶に一番合うのはメープルたっぷりのスコーンですもの。おばあちゃんのポテポテ焼きすっごい美味しいと思うんだけどな。バゲットはパンターベルの好物でもありますし。おやつと言ったらカステラ、決まっていますでしょうが。で、マサヤさんが実際に好きなおやつは何なんでしょうか。スコーンでしょ。ポテポテ焼きじゃなかった？焼きたてのバゲットですよね。カステラだったと思うけど。なるほどね。なのにポテチのポの字もないと。いや、やっぱりこれは企画からして間違いだったんじゃない？そうね。結果からするとそう判断せざるを得ないわね。じゃあどうしようか。またなんかやってみる？というかとにかく何かをやらないとまずかったわけだし。何か、か…どうぞ。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。あら、お揃いで。どうかした？なんか面白いことやっているじゃない？と思ってね。ああ、リーフレットのこと？うい？あれを読んで、なんだかマサヤ様のことがわからなくなってしまいました。あるいはとても幅広い人なのでしょうか。すっかり逆効果じゃない。あれ、ほとんど内容はデタラメなんでしょ？そうではなくて。そうだったんですか？だって全体的に妙だったから。あれ、どういう風にして作ったの？ええ、その…なんだか子供の喧嘩みたい。作っている時は本気だったのよ。いずれにしろ、あまり自分の好みを押し付けるのもいかがかと思いますが。ええ、そうね。いえ、その点については割と脇に置かれてしまって、結局自分をぶつけ合っただけだったみたい。気がつけばリーフレットの趣旨を外れてしまっていたんですね。
マサヤさん、ごめんなさい。ただ、貴重な宣伝の機会を潰してしまいましたので。うん、一応このままじゃまずいっていう危機感は本物だったわけだし。あら、ようやく気がついたのかしら。変革など無理だということを。変革はともかく第一のボートよ。今のところマサヤさんを支持しているのは45人で、過半数にはまだまだ遠いのだし。プルミエールジャッジメントは7月9日でしたよね、確か。もうあまり時間がないじゃないですか。なぜこの身が焦るのよ。焦っているわけではないですが、ただやはり大一番の勝負こそが重要なわけですし。このリーフレットの内容が間違っていたのであれば、正しいものを作り直すべきです。そうね。ただ手に取ってもらえるかしらね。またかと思われるのが関の山なんじゃない？ええ、私もその点が気がかりなんです。だから次はまた趣向を変えてみるべきではないかと。趣向？ルリコさん、何か考えがあって？はい、私思うのですが、マサヤさんの特徴は何と言っても男子であることではないでしょうか。それが？なのでその宣伝においては男性性を押し出すのも一つの手ではないかと。男性性か。なんとなく言いたいことはわかるけど、ここぞとばかりに男っぷりをアピールするというわけね。それは言葉の意味が違うんじゃないかしら。でもどうやって。ズバリ言って裸です。は？皆さんもお聞き及びではないでしょうか。マサヤさんに関するある噂です。噂？流れ始めたのは例のこの身との婚約があってからのことでした。ということはつまり情報の発信源はこの身ではないかと、私そう思うのですが。うわっ！私も聞いたわよ。何でもマサヤ君すごい体しているそうじゃない。違うんです。そんな、あえて私からペラペラ喋ったとかそういうわけじゃなくて、聞かれたから答えただけというか。ま、それはそうなんでしょうけど。で、実際のところどうだったのよ。あの皆さんご存知かどうかわかりませんが、剣道などをやっているととても筋肉質な体つきになります。素振りには広範囲の筋肉を使いますし、握力だって強くなるんです。マサヤ様は別に剣士というわけではないのですよね。にもかかわらずです。様は固く引き締まった体をしていらっしゃった。あなた何をよろめいているのよ。へえ、すごいじゃない。あんたウェイトとかやっていたっけ。草食ってね。なるほどね。私思うのですが、そのヘラクレスのような体を服で隠してしまうのは
なんとももったいないのではないでしょうか。だって裸をどうしようというの？写真です。写真か。おお、いいわね。そういうことなら私に任せなさいよ。バッチリいい写真を撮ってあげるから。いいわね、いい案だわ。え、そうかな。ホームページにアップすれば男性性のこれ以上ないアピールになると思いますよ。ただ先生に叱られると思いますが。そんなことを怖がってはいられないわね。何しろ残された時間は少ないのだから。まあお好きなように。では今から撮影ですか？そうね、ジェンは急げだもの。では私はこれで失礼します。私も男の裸なんて。まあ裸はいかがなものかとも思うんだけど。でもまあ確かに百聞は一見にしかずとも言うし。まあまあ、下まで脱げと言っているわけじゃないんだし。じゃあほら、マサヤさん、窓の前に立って。写真撮れないじゃない。すごい、お腹割れちゃってるじゃないの。まあまあ、むむむむ、町道場に通っていた頃もここまでのフィジカルの持ち主はいませんでした。あんたってほんとヘラクレスみたいね。男子ってこんなになってしまうのね。まあまあ、硬くて熱い。ちょっ、どこ触ってるのよ。お腹です。ほら、そろそろ散って。いつまで経っても取れないじゃない。いいね、いいよ、いいわ。もっとこう腰をグッと突き出して。顔は女を食い物にする悪な男のイメージで。全く呆れました。あなた方は一体何を考えているのですか。